お岩家機関区は、かつて、北海道有仏郡お岩町にあった、日本国有鉄道の車両基地である。ここでは更新にあたる、乗務員基地のお岩家運転区についても説明する。1975年9月のお岩駅と、周囲1 5トル範囲、駅裏北側にお岩家機関区がある。機関区の大きな線形車庫は、この写真撮影の、 約7ヶ月後に消失した。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成追分駅構内には、帰還区跡地の空き地が残る。1892年の北海道炭鉱鉄道の岩見沢駅室蘭駅間開業と同時に、追分駅構内に、追分駅還庫が設置された。国有化の後、1936年に、 追い分け機関区に解消した。追い分けは、室蘭本線と夕張線の合流点にあり、古くから石炭輸送の大動脈の要衝であった。SL ブーム以降は、携帯のバラエティに富んだ9600型に加え、ギースルエジェクタ付きの D51 型が集中配置されていたこと、短期での1000トン超え貨物列車の運用が多数あったこと、また、国鉄最後の蒸気機関車の ととななったたことなどから鉄道ファンの人気を集め D51 型は1975年12月24日、9600型は1976年3月2日を最後に引退し、保存対象として、線形機関庫に入れられて安く保管されていたが、同年4月13日に火災が発生、後継として、申請配置になったばかりの8両のディーゼル機関車、5両の 上記機関車もろとも被災した。しかし、保存対象外だった機関車が数量残り、阿弥陀町鉄道資料館に保存されている。その後、機関区には機関車の配置がなくなり、追い分け運転区に解消し、運転拠点として残ったが、1992年には運転士が追い分け駅に編入、さらに2005年には岩見沢運転所へ再編入され、 ついに運転拠点としての使命も終えた。ありがとうございます。